イグナシードメイコは19世紀のポーランド、リトアニア系の地質学者、鉱物学者で、地理で地理学、地質学、鉱物学を研究した。当時ロシア帝国のニャスビシュに生まれ、その後現在はビルナ帝国大学で学んだ。学生時代にポーランドの文化運動や独立運動に加わって何度か投獄され、1830年11月の 反乱に参加したために1831年に亡命を余儀なくされドイツを経由してフランスに逃れフランスでパリ鉱山学校で工学の学位を取った。1838年チリに移住し1849年にチリの市民権を得た。1884年にヨーロッパにヤギエゴ大学から名誉教授職を得るためなどに4年間訪れるまでチリに泊まった。 ご近ボの鉱山学校、後の地理大学の鉱山学の教授を務め、1867年から1883年の間の16年間にわたって地理大学の学長を務めた。1889年にサンティアゴで没し、同地のサンティアゴ総合墓地に埋葬された。鉱物学、鉱山技術、いくつかの新鉱物の研究のほか、 原住民の社会的権利を提唱し、気象学、民族学の分野でも貢献した。鉱物の非同向や、個性物の分野で、ノーチラスドーマカス、ドーマカソリス、アマナイツドーマカネスにドメイコの名が命名された。小惑星ドーマッコに命名され、アンデスのドメイコさん、チリの町の名前にも命名された。2002年に誕生200年を記念して、 国際連合教育科学文化機関がイグナシードメイコネントし記念イベントが開かれ、チリとポーランド両国の共同で誕生200年の記念切手が発行された。ありがとうございます。